皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は韓国で起きた未解決事件、カエル少年事件です。この事件はオオサンショウウオを捕まえてくると言って臥龍山へ出かけた小学生5人組の男の子が行方不明となり、11年後に白骨化した遺体で見つかった事件です。遺体発見現場の近くに軍の射撃場があったことで、軍が関与しているのではと当時は噂になり、韓国国民の関心を集めました。噂されている軍の関与とはどのようなものだったのか、まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1991年3月26日、韓国テグの小学校に通っていた5人は、臥龍山にカエルを捕まえに行くと家を出たきり戻ってこなかったため、親たちは失踪届を出した。ちなみに実際にはカエルではなくオオサンショウウオだったが、事件当初オオサンショウウオをカエルと間違って報道されたため、この事件はカエル少年事件と呼ばれるようになった。その後必死の捜索活動にもかかわらず、5人の行方はわからなかった。この事件は韓国国民の関心も高く、1992年に映画が制作され、多くのマスコミが取り上げるなど注目の高い事件となった。事件発生から11年が経過した2002年9月に、失踪した小学生のものと思われる5体の白骨死体が臥龍山で発見された。検視の結果、道に迷っての遭難や転落などの事故ではなく、何者かにより殺害された事件であることが判明した。遺体が発見された現場付近には軍の射撃場があったことから、軍の関与が疑われて捜査が開始されたが、すでに11年という時間の経過もあり、捜査はほとんど進展しないまま、2006年3月26日に時効が成立している。この事件は、ファソン連続殺人事件、イ・ヒョンホ誘拐殺人事件と並んで、韓国三大未解決事件の一つとなっている。事件の経緯。事件のあった3月26日は、韓国の国民の祝日だった。少年5人はこの休日を楽しみにしており、臥龍山に向かった目的はオオサンショウウオを捕まえることだった。少年5人が臥龍山に登っていく姿を近隣の村に住む住民や友人が目撃しているが、5人はそのまま行方がわからなくなった。5人が行方不明になった後、地元警察は臥龍山や周辺をくまなく捜索したが、少年たちの痕跡を見つけることができず、捜索に30万人の警察官を動員しても手がかりは見当たらなかった。そして失踪から11年後の2002年9月、臥龍山の中腹で5人は遺骨となって発見された。どんぐりを探す目的でハイキングに来ていた人が、子供服と靴が散乱した現場を発見したのがきっかけだった。発見の状況。警察は遺体発見当初、5人の死亡原因は低体温症だと発表した。しかし、いつも遊んでいた臥龍山で全員揃って遭難するのはありえないことだと保護者たちは反発し、メディアの報道により国民も反発したことから検視がやり直された。5人の遺体が司法解剖された結果、3人の頭蓋骨に鈍器で殴られた跡があり、2人にはショットガンで撃たれた形跡が見つかった。これにより道に迷っての遭難などではなく、何者かによって殺害されたことが判明した。そして大学の法医学チームが詳しい死亡原因を調べ、調査結果を発表している。法医学チームの教授は5人の遺体を精密鑑定した結果、1人の頭蓋骨から陥没の跡と、先の鋭い凶器によって刺されたとみられる跡など10箇所が見つかったと発表した。この後は少年が死亡する前に外部から強い衝撃を受けたことを裏付けていると述べた。そして発見された頭蓋骨の陥没の跡などについて、国内外の法医学の専門家の意見を聞き、その結果彼らが殺害されたという確信を持つようになった。頭蓋骨の損傷がかなり深いことから、頭蓋骨内部の出血によって死亡したものと推定されるという。また別の一人の遺骨の腕のところに、相手の攻撃を阻止しようとしてできたと推定されるひびが入った部分も発見されている。これに対し遺族はこの発表を受け、警察の捜査が最初から間違っていることが今度の発表ではっきりしたと怒りを募らせた。父親の一人は、殺害されたことが確認されただけに警察が徹底的な捜査をして犯人を必ず捕まえてもらいたいと述べた。
警察の捜査。警察は殺人事件として捜査を再開したものの、失踪時から時間が経ち過ぎていたこともあり、容疑者すら絞り込むことができなかった。そんな中、ある住民が捜査本部を訪れ、靴磨きをしていた7月中旬頃、30歳くらいのお客さんが、軍に服役していた時、少年らを殺害した、という話をしていた、との情報提供があった。この住民の話によると、この男は、軍に服役していた当時、突然現れた5人の子供のうち、2人が誤射撃の銃弾に撃たれた。1人は死亡し、もう1人は怪我をしたが、その事実を隠蔽するため、5人の子供をみんな他のところに連れ出した後、首を絞め、銃で射殺した、と話したという。警察はこの男性の人相や服装、会話内容などを調査するとしたが、結局、うやむやになっている。これとともに、少年らが行方不明になった当時、遺骨が発見された地点から250メートルの距離にある陸軍の射撃場に弾頭などを拾いに行ったことを目撃したという証言を得たため、射撃場が少年らの死亡と関連があるかどうかを調べた。また5人の友人の1人は、みんなと軍の射撃場周辺に弾頭を拾うためによく遊びに行っていた。行方がわからなくなった当日も一緒に射撃場に行く途中、射撃場近くの池付近で足が痛いと言って自分だけ家に帰ったと話した。さらに行方不明当日の午前10時頃、少年らが射撃場に遊びに行くと言って山に登るのを見たとの目撃情報もあった。警察は少年たちが銃器の5人射撃で殺害されたという情報と、行方不明になった時遺骨が発見された場所近くの軍の射撃場に弾頭などを拾いに行ったという情報をもとに事実確認を進めた。しかし現在も犯人の特定には至っていない。疑惑。この事件が殺人事件であることが報道されると、韓国国内では様々な噂が立ち、軍が絡んでいるのではないかとの疑惑が囁かれた。この疑惑の背景には、現場近くに軍の射撃場があったことが要因の一つとなっているが、事件当日、臥龍山では別グループの子供たちも遊んでいたことが判明し、その中の一人が、山中から10秒間隔で2回、差し迫った悲鳴を聞いた、との証言も出たことで、ますます軍の関与が疑われた。失踪当時も少年5人が射撃場近くに行った可能性は十分にあり、そこで何らかのトラブルに遭遇したと考えることは不自然ではないとみられ、軍人による誤射をもみ消すために全員殺害された可能性は否定できない。しかし、その後もはっきりとした関与は認められず、遺族は国を相手取って損害賠償請求訴訟を起こした。無念の結末。2005年8月2日、事件の遺族並びに全国迷子失踪家族を探すための市民の集いが国を相手取って損害賠償請求訴訟を起こした。その内容は、2002年9月に警察が5人の遺体を発掘する際に問題があり、事件解決の手がかりが失われたことと、5人が凶器によって殺害されたことは明らかにもかかわらず、警察が死亡原因を低体温症と発表したことに対するものだった。その後も警察は寄せられた情報について捜査したとしているが、結局容疑者の特定に至ることはなく、2006年3月26日、時効が成立している。そして2012年3月24日、カエル少年事件をテーマにした映画が公開された。この映画の中では様々な人物が事件を追うストーリーとなっており、最後には犯人として意外な人物に目を向けるといったエンディングとなっているが、韓国国内ではこのエンディングに対し賛否両論が巻き起こったとされている。現在もこの事件は韓国三大未解決事件の一つとなっているが、警察や軍が絡んだ闇の深い事件として語り継がれ、真相は謎のままとなっている。この事件で感じることは、警察の初動捜査にやはり問題があったような気がします。もしかしたら警察は事件当初から軍がこの事件に絡んでいることを知っていたのかもしれません。そして事件当初の死亡原因を遭難や事故死によるものとすることで終結させようと考えていたのかもしれません。この事件で疑問に感じる点は、遺体発見現場が登山者やハイキングなどで人が立ち入ることができる場所だったのかということです。もし普段から人が立ち入る場所だとすると、なぜ11年間遺体が発見されなかったのか疑問に感じます。
ある情報によると、遺体発見現場から5メートル離れたところに最近まであった墓が改装され、周りに枝打ちをした跡が見つかったという情報があることから、もしかしたら5人は別の場所で殺害され、遺体発見現場に遺棄された可能性も考えられるのではないでしょうか。情報がないため分かりませんが、遺族が2005年に国を相手取った損害賠償訴訟は、警察が初動捜査ミスを認めたという情報もないことから、訴訟は認められなかった可能性があります。韓国の殺人罪などの公訴時効は2007年に25年に延長され、さらに2015年には公訴時効が撤廃されているため、もしこの事件の時効が延長されていれば、真相が究明されていたのかもしれません。今回の事件、警察の及び腰な捜査を見ると、犯人の存在はやはり大きな組織もしくは警察の有力者が関係しているような気がします。そして臥龍山で遊び慣れた子どもたち5人を一度に殺害できるとしたら、やはり訓練をしているプロ、それも複数人だと思われます。ただ理解できないことが一つだけあります。それは死体遺棄の仕方が雑ではないかと感じます。子どもの衣服や靴が散乱した付近をハイキングに訪れた人たちに遺体は発見されたようですが、仮に軍が絡んでいるなり何者かが隠蔽するために5人全員を殺害したとすれば、なぜ死体を隠さなかったのかという疑問があります。このことから想像すると、もしかしたら何者かが軍の関与に見せかけたという側面も捜査する必要があったのかもしれません。またある情報では、オオサンショウウオが生息するのは山の正面中腹で、軍の射撃場があるのは山の反対側中腹だったという情報もあるため、誰かが射撃場に導いた可能性も考えられます。いずれにしても、幼くして事件に巻き込まれた子どもたちや遺族のことを考えると胸が痛みます。今後このような事件が起きないことを願うばかりです。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。